巡業というものをさせていただいてまして、九州から始めて、この間東京公演も1日させていただいて、大阪、神戸、岡山、そしてこの間、東北の方にも行きまして、比較的今その世界的にコロナの中でこのような形で巡業しているのは多分先駆けの方なのかなと。今のところ私ども PCR 検査をまめに行っているんですけども、誰も出ずに、なんとか順調に あと1箇所ですかね、小田原でそれが終わると、無事に終わるととてもいいかなと。なんとなく今は演劇も少しずつ歌舞伎の方も進んでるんですけど、やはりまだ東京都としてはその感染者の方多いんで、まだ歌舞伎座ですとか国立劇場というところは少しこう客足が鈍ったまま。